はじめまして、今回モナカ、あ、邪魔、ごめんなさい、もう一遍いいですか。このまま回し続けてください。はじめまして、今回ニーヤオートマタで音楽を担当させてもらいました岡部圭一です。今回その初めてゲームスコムに、来させていただいたんですけども、来るその斉藤さんに連れてきていただく条件として、それまでにちゃんとオートマタの曲を仕上げてきなさいよって言われていたので、すごく頑張ってこう完成させて、でちゃんとゲームスコムでその新曲というか、以前にその公開させてもらったテーマ曲の、MA バーンズさんが歌ってもらったバージョンを公開もさせてもらったので、それもぜひ聴いていただきたいです。でいろんな人とお話もさせてもらって、これからオートマタの楽曲をブラッシュアップしていくんですけど、すごくもっともっといいものにしたいって思いがすごく強くなりました。本当に来させてもらってよかったです。これで皆さんがオートマタをこう買ってくれて、売れたらコンサートもできるかもしれないので、ぜひそれを実現するためにもオートマタをよろしくお願いします。いやいや、ちょっと確かにコンサートは重要ですけど、せっかく横尾さんがクソみたいなムービーでスティーム発表したんだから、やっぱスティームもね、皆さんぜひね期待して待っててもらいたいなと思うのと、あとは新しい発表をぜひ東京ゲームショーぐらいでやりたいと思っているので、そちらもご期待いただければなと思います。それでは岡部さんと斉藤でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。Have a nice day.